ご当地の食材や料理を乗せた自慢の丼で九州ナンバーワンを目指します。 JR 九州は各地の駅長が一押しするご当地丼の総選挙を行っていて、中には県内の水産会社が作る一品もあります。エントリーにかける思いとは。先月、西九州新幹線の開業2周年を祝うイベントに合わせて開かれたのは、駅長おすすめの丼の特別販売です。駅長対抗ご当地丼総選挙には、九州各地の58の駅から69のオリジナル丼がエントリーしています。地元の魅力を発信し、誘客につなげようと JR 九州が今年初めて行いました。この日は長崎県と佐賀県の丼が集結し、中には30分で完売したものも。県内からは4つがエントリーしています。粉大三牡蠣のスープ丼や佐世保のレモンステーキ丼、大村のご当地カレーとクジラ肉のコラボ丼、それに長崎友好島アジと友好マダイの漬け丼です。アジとタイの漬け丼は長崎市内の鮮魚店が作っています。長崎市戸石地区で水揚げされた魚を直送し、醤油ベースの特製ダレに漬け込みます。こちらの店では毎日5食限定で販売していますが、毎回完売です。ね、今日はこれ目当てで。いや、さっき晩何するかって魚に聞いたら、鶏がいいって言われたら鶏に入れてぐらいに美味しいですね。しまじいただきます。お刺身がもちもちしてます。漬けにすることで甘みと旨みがさらに増してる気がします。美味しさの秘密は魚の餌にあります。長崎市の伝統柑橘友好を餌に混ぜていて、これを食べたアジやタイは臭みがないと評判です。しかし知名度が上がってきた中、去年夏に大規模な赤潮に見舞われ、橘湾で養殖していたアジやタイは壊滅的な被害を受けました。さらに今年の夏も赤潮で1万匹以上のアジが死ぬなど、水産会社は厳しい状況に立たされています。去年今年と、2年連続で赤潮被害を受けたんですけど、その時にやっぱ廃業っていう形で考えたんですけど、やっぱり皆さんの声援だったり頑張ってという言葉に後押しされて、まだ一から頑張ってみようということ。赤潮被害からの復活をかけてオリジナルの丼を開発して総選挙にエントリー。長崎で養殖された魚の美味しさを県外にも広めようと奮闘しています。まずは長崎で九州でもナンバーワンを取って、やっぱもっともっと長崎に観光客が来れるような形ができればなって思います。九州各地が郷土の威信をかけて臨むご当地丼総選挙、予選のウェブ投票の締め切りは今月14日です。海と日本、チャンネル登録お願い。